今回はピンまで45ヤードのバンカーショット。まずは舞さんのショットから。しょうがない。バンカーから距離を出そうとして舞さんトップしちゃいましたが、これアマチュアに多いんですよね。やっぱり距離のあるバンカーなので、はい、アドレスの時に開いて構えちゃうとボールはどうしても飛ばなくなるんですよね、はい、だからほとんどスクエアのアドレスでつま先だけ開く感じ。そして次にフェースなんですが、これはやっぱり顎を越えていかないといけないので、はい、開きます。開く、はい、開いて構えます。そして次にバックスイング。このバックスイングの時に早めにコックします。コック、はいはい、早めにコックしてできるだけ大きくバックスイングを取る。その時に体が動いてしまうとダフリやトップの原因になりますね、はい、だから目線が動かないようにバックスイング、はい、そして大きくバックスイングした後に思い切ってクラブを戻していってください。戻す、はい、この戻す動作によってヘッドスピードは非常に上がります、はい、さらにこのバンスが使えるようになるので、あまり砂に深く入らずにボールを飛ばすことができますね。それでは再び舞さんのチャレンジ。キヨシプロもうなるナイスショット。今度は高い顎を越えてしっかり距離も出ています。皆さんもですね、こういうトラブルになった時こそゴルフを楽しんでチェックポイントを忘れずにトライしていってください。ゴルフも恋もトラブルを楽しめれば本当にいいですよね。でもそれができない、いやんバンカーなんちゃって。